D5VTR とはパナソニックが D3VTR の走行系をもとに開発した ITUR601 フォーマットのコンポーネントデジタルビデオ信号を1、2インチカセットテープにヒ圧縮で記録するビデオテープレコーダーである。D3VTR と異なり、ビデオ信号はコンポーネント10ビット量子化記録が可能である。また、16、9の ワイドアスペクトのビデオ信号を8ビット量子化で記録する機能も備える。記録レートは301メガビット S。HD の圧縮記録も可能。HD 放送の普及とともに、マスター VTR として特に NHK とワウワウでのみ、中心的な企画として採用されている。D5 は NHK と共同で開発したもので、 NHK の番組の創出の際のカンプロなどはすべて D5 を使用している。また、今時か等に保存されている映画会社の決まりロゴなども D5 企画が採用されている。民放のハイビジョンはハドカムやビビクプロクドを使っており D5 は補助的な役割が多い。最近では P2HD と呼ばれるテープレスへの移行が進んでいる。現在は録画。 再生機器の生産は完了しており、既存ユーザーのための D5 用ビデオテープの供給のみ、行われている。ありがとうございます。